はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。インセクターハガです。さあ本日なんですが、クローラー相馬くんね、これ実装されまして、クローラーデッキ、シャドウデッキなどなどあらゆるデッキ強化されてるんですけども、このモンスター昆虫族なんですよね。はい。昆虫族で、しかも昆虫族のモンスター3体も出力できる、昆虫族版残機サーキュラーみたいな感じの効果してるんですよ。というわけで昆虫族展開デッキといえば、そうビートルーパー。今回はこのデッキ使っていきたいというふうに思ってます。覚えてますか皆さん、ビートルーパーデッキまるで誰も使ってないけど、このビートルーパー、インビンシブルアトラスとか、このアームドホーンとかっていうモンスターが結構展開力すごくて、これのモンスター使っていくんですけども、クローラー相馬でモンスターの数をかなり出力できるようになったんで、展開力がえげつなくて、もともとビートルーパーって結構展開力あるのに、そこにクローラー相馬が加わると、なんかね、もし頑張れば、なんか1ターンになんか3体ぐらいインビンシブルアトラス出すとかできるんですよね。で、しかもなんか昆虫族増やせるから、普通に融合して、このアルティメット、アブソリュート、ヘラクレス君出したりできるから、結構楽しいデッキになってます。かなり展開力がえげつなくて、もはや過剰なほどの、過剰なまでの昆虫族の展開ができますので、めちゃくちゃ楽しいです。はい。とてもおすすめ。というわけで、今回は、このインセクター、ハガデッキ、新ネオニューインセクターハガデッキ、一切インセクターハガっぽいカード入ってないけど、回していきましょう。デュエル、スタンバイ。クローラー強化っていうか、昆虫族強化なんですよ。皆さん知ってますか？クローラー相馬っていうモンスター、相馬か知らんけど、発音。クローラーはね、デウスエクスクローラーっていうなんかスキドレマンじゃないですか。なんかあれ爆弾させてなんかビートしてくるみたいな感じのデッキ、シャドウとか入れたりね、できるんですけど、何もね、そのデッキだけじゃないんですよ、強化されてるのは。皆さん、知ってますか？今から、ものすごい展開力をお見舞いしていきますよ。増殖するジーコいらないですかね、もう。で、ですね、どれだっけ？モスキートだ。これ除外して、いや、ほんとね、これね、分裂するマザースパイダーっていうモンスターが来てくれたら、もうちょっと、経由地点、うまいこといくんだけど、モスキートが今採用してるんですけど、モスキートじゃないと無理なんだよな。なんか、だいたいどのモンスターからでもクローラー相馬いけんですけど、で、相馬効果発動、レベルを4つ下げて、クローラーモンスターを特殊召喚、これで盤面に昆虫族モンスターが5体並んだぜ。強すぎーこれはさすがに強すぎる。あまりにも昆虫族強化。いけピコファレーナ。ひょひょひょ効果発動。ピコファレーナの効果。手札を1枚墓地を送り。もう相手誘発ねえからちょっと計らもいらねえよ。で、毒針のニードルを対象に取り、そのモンスターに昆虫族モンスターを装備することができる。これ自分に装備できたらどんだけ強かったかって感じだよな。で、ニードルと相馬2体でリンク召喚。現れろ。ビートルーファー。アームドホーン。そして、レゾナンスインセクトのモンスター効果。このモンスターが墓地を置かれた場合、デッキから上級昆虫族モンスターを手札に加えることができるぜ。そしてピコファレーナの効果を発動するぜ。自分の墓地に存在するクローラー系のモンスターをデッキに戻し、カードを1枚取ろう。デビルドーザーいいな。なるほど。アームドホーンのモンスター効果を発動。このモンスターの効果により手札から召喚権を1個増やす昆虫族の。そして早打ちのアルバレストの効果発動。早打ちのアルバレストは墓地のニードルを特殊召喚できる。さらにアームドホーンとピコファレーナ2体のリンクモンスターを使ってリンク召喚。現れろ。ビートルーファーインビンシブルアトラス。ビートルーファーインビンシブルアトラスの効果。自分のフィールド上の昆虫族モンスターをリリースし、デッキからビートルーパーモンスター1体を特殊召喚。現れろ。ビートルーパースインギーラス。特殊召喚成功時効果。ビートルーパーマジックトラップカード1枚を手札に加えることができる。カウンタートラップ。ビートルーパーフロードスティングを手札に加える。さらに3体のモンスターをリンクワーカーにセット。サーキットコンバイン。現れろ。セラピムパピヨンこのモンスター結構強いですよね。カウンターを置くんですけど、フリーチェーンで自分の墓地の昆虫族を蘇生できるっていう効果があるんで。そして自分の墓地に存在する昆虫族モンスターの魂をゲームから除外。3体のモンスターを、これは、戻すモンスターであればいいのかな。ここだな。3体のモンスターをゲームから除外し、アームドホーンは特殊召喚。さらに除外されたレズランスインセクトの効果発動。このカードが、除外された場合、デッキから強心虫以外の昆虫族モンスター1体を墓地に送ることができる。この効果によりゴキポールを墓地に送り、ゴキポールの効果によりデッキから通常モンスターゴキポールを手札に加え、ゴキポールをそのまま特殊召喚。ひょひょひょ、カードを破壊しない。リンク伸ばす、もう一体インビンシブルアトラスとか出せますけどね。やった方がいいかな。いや、でも物量って置いといた方が強いか。ちょっと一回物量作戦でいきましょう。マイティネプチューンを特殊召喚し、マイティネプチューンはちなみにエンドフェイズ時、昆虫とかモンスターの打点を1000ポイントアップする過去永続という効果を持っているぜ。この展開力すごくないですか？この展開力すごいですよね。明らかにありえない展開力してるでしょ。で、マイティネプチューンの効果によってセラフィンパピアの打点は3700となる。あまりにも強い。よし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 。そして、ドロフェイスセラフィンパピアンの効果発動。自分の墓地から昆虫とかモンスター一体を特殊召喚することができるレベル4以下。かっこだね。開幕いいだろう。っていうことは1枚墓地を送って楽印系だな。いいだろういいだろう。で、これ特殊召喚、ニードルするんですけど、このニードル君の効果も結構強くて、ニードル君は一応フィールド上の昆虫とかをリリースすると、なんかフィールド上のモンスターの効果を無効にするっていう効果があります。なので、ここでニードル特殊召喚して、まあさすがにこれアルベルの効果無効にした方がいいね。これアルベル効果 B フォース毒針のニードルのモンスター効果発動。毒針のニードルはフィールド上の昆虫属モンスター相手をリリースすることにより、フィールドのモンスターの効果を無効にすることができる。うおっ、さすがにゴキボールゴキボールリリースして、アルベルの効果を無効。ピロ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 。あちらに一応B フォース毒針のニードルは特殊召喚に成功した場合に B フォースモンスターを持ってくるという効果を持っています。一応ね。そして必中のピンを手札に加えていく。これね、インビンシブルアトラスがいると昆虫族しか出せないっていう縛りあるんですけど、一応ね重心キロできるようになるんですよね。なんか強いさ昆虫族の重心キロ出してほしいんだよな。ちなみに昆虫族縛りつくんで、あおっと弱っ、おゴミかよ。楽には開かなかったか。まあでもここのねアルベル止められると意外ときついですよね。そんなくせる、そんなにくせる、そんなくせる。マイティネプチューンの効果発動。マイティネプチューンの効果によりフィールド上の、昆虫とかモンスター一体の打点をアップするぜ。伏せすぎなんだけど、あの人愚かな埋葬。なるほど、愚かな埋葬。なるほど、これはちょっとうんこ投げつけに行くか。いや昆虫族のね、そう重心キロ、まあ、バロネスとか出せないんですよ。マイティネプチューンがいるとね、なんかもう虫以外認めんみたいな効果あるから、とりあえず必中のピンの数かける200倍の大ダメージ。うおーバゴーンあ、別にふざけてるわけじゃなくて、これマジの効果なんですよ。これ必中のピンの数かける200倍の大ダメージっていうね、最強の効果なんですけども。さあこれでビートルーパースティンギーランスを特殊召喚。スティンギーランスの特殊召喚成功時効果、召喚特殊召喚成功した場合、ビートルーパーマジックトラップカードを1枚を手札に加えることができる。これによって、もちろん手札に加えるのはビートルーパーディセント。このカードはトークンを生みながら、相手のマジックトラップカードを破壊するという効果を持ってるぜ。そして、スティンギーランスと、ニードル2体のモンスターでリンク召喚。現れろビートルーパーアームのホーン。さあ盤面が開いたな。ビートルーパー、あ間違えた、セラフィンパピアンの効果、自分の墓地から、昆虫属モンスター相手を特殊召喚することができるぜ。そして特殊召喚成功時、毒丸のニードルの効果発動。特殊召喚成功した場合、 B フォースモンスター相手を手札に加えることができる。これにより連撃のツインボーを手札に加えていく。そして盤面を開けるため、ちなみにこれ属性強くて楽園追放とか効かないですね、このデッキ。環境外すぎて光や見ないんでそれも強いところ。あ、まあ一応エクシスモンスターが闇だけど。さあインビンシブルアトラスが爆誕してしまったぜ。さらにビートルーパーディセントの効果を発動するぜ。トークンを生みながらフィールド上に3000以上の打点の昆虫族がいる場合、相手のマジックトラップカードを1枚選んで破壊することができる。ここよし、オーケーオーケーオーケー。まあこれでぶん殴りにいったら勝ちなんじゃねえか。ちなみにインビンシブルアトラス君は効果では破壊されない耐性を持っているぜ。いけ。ガーディアンキマイラ、ちなみに出てきても一応セラフィンパピオンで相打ち取れると。これいけーだにー。でもね、これ出せるモンスターいる？これアレベル特殊召喚はいいけどさ、いやわかるけど、そういいけど、これ多分これ属性的に無理じゃね？これチッと風しかいないけど意味ないぜそんな効果は。アルベルの効果発動だと。毒針のニードルの効果を発動するぜ。ビートルバートークンをリリースし、相手の発動した効果を無効にしていく。残念だったな。強え強いんだけど、癖強いんだけど、このデッキ謎に強くて草なんだけど、草っていうか虫。いけとインビンシブルでダイレクトアタック、さらにインビンシブルでダイレクトアタック、いけセラミンパピヨン。うおー、虫なめんじゃねえマジで。虫は1匹いたら100匹いると思うよ。マザースパイダー早く来ねえかな。なんか分裂するマザースパイダーっていうモンスターめちゃくちゃ強くて、あれなんか中継地点にもなるし、相撲のね、あ、増殖する G これ刺さるんじゃね、さすがに。中継地点にもなるし、特殊召喚自身ができるっていう、なんかあんな。ああ、禁じれか。ああ、オッケー。じゃあ、測らないね。ってことは、増字取るね。オッケー。よし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 。でかい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 。これでかいぞ。でかい。増字取ったらスプライト、そんなやばいこと起きないでしょ。まあ、こっちの手数が出るか問題はあるけど。まあ、黒らそうなひどしかな、できればね。相馬があると手数は出るんだけど、結構。将来神は召喚だから黒が出てきて、はいはい。これ同時、これあれだよな、1枚ドローさせないの偉いよな。これめちゃくちゃ偉くて草なんだけど、あ、ジャッジバスターか。ジャッジバスターは、効果無効にするやつだな。あ、で、キャロット、無効、魔法トラップカード無効はあんま関係ないな。そんなに使わないからいいや。これ、キンテレ出したのは相手あれじゃねえか、プレミじゃねえか。なんなら、なんか今無駄打ちプレミだ、無駄打ちキンテレだったんじゃないこれ。これ一回黄金室発動するけどなんかある。黄金室発動しますけどなんかありますか。あ、ないです。で、黄金室効果発動。で、レゾナンスインセクト除外すると、レゾナンスインセクト効果で昆虫毒を墓地をくれるんだけどなんかある。お前やるなここ無効にしてくるのやるじゃねえか分かりてたわこれ。あ、まあでも一応あれだけどな、ゴキボール墓地送られた後に効果無効でいいけどな、それ。なるほどな。あとキャロットだけしかないな。まあじゃあとりあえずちょっとバギーからいくか。でバギー効果、バギー効果でバギー、それはでも大丈夫だ。裏ラット大丈夫。これだけ増殖する時めちゃくちゃ重いんですよ。なんでかっていうと、なんかもうこの世の終わりレベルで特殊召喚するんで、特殊召喚しかしないんで、なんならもう無限に。だから増殖する字をケアするためだけにウララ入ってますね。はい。ウララが別に強いから入ってるっていうか、増殖する字をケアするだけっていう感じですね。で、一応全部流しにいきましょう。はい。ローカストキング。ローカストキング君出てきたぜ。これじゃ効果無効にできるモンスターなんですけど、これは今あんま関係ないです。今あんま関係なくて、これこうして、で、僕は何がしたいかっていうと、これの上に重ねてエクシー召喚しただけなんですよね。はい。はい。で、はい。はい。あ、別に、昆虫族だけが取り柄じゃないからさ、このデッキ。これ流した方がいいか、さすがにな。流しておいた方がいい。で、バギーを墓地に送って、フィールドのカードを全て墓地に送ると。オッケー。いや、これまくったっしょ、これさすがに。オッケー。まあちょっとあんまり展開力出なかったんで、まあ相馬がいたらね、もっと多分満キルできるんですけど、これ。相馬がいたら多分今の盤面満キルできます。普通に。今、いなかったんで、来なかったんで、相馬くん。何サボってんのって感じですけどね。はい。まあ、ターン終了していくしかないと。何もできないと相手。はい。というわけで、てか、相馬どこ行ったんで、マジで。全然来ねえじゃねえか、ふざけんな。毒針のニードルを召喚。効果はそう。毒針のニードルの効果により、デッキから B フォースモンスター1体を手札に加えることができる。これにより、B フォース、必死のピンを手札に加えていく。そして、あ、なんだこれ。あ、泥場か。なるほど。まあいいか。まあ、そんなに手札に加える効果は、まあ一応強心中があるけど、そんなに困りはしないかなといったところ、まあ、とりあえず、うんこ投げつけて、で、モンスター横並べないんでしょ。必中のピンとニードルですね。はい。で、これ、召喚権増やせるんで、アームドホーン君が、で、黒アクション出して、アクション出してトークン出してあ、いけるな、これ多分いける。でアクションでビートルーパーディセント発動、トークンが出る。アーゼウスお前昆虫族ならないか今から、まあ、アーゼウスをリンクスタイにすることはないか。そして昆虫族モンスター、2体の魂をアームドホーンに変換し、一応アームドホーンを墓地に置いておくことにより、これで次のターンのリソースも確保。そしてアームドホーンとアームドホーンでリンク召喚、現れろビートルーパーインビンシブルアトラス。そして自分の墓地のアームドホーンの効果、自分の墓地から、あ、これちなみにメインデッキに戻せないとネプチューンは特殊召喚できないんで、リンクモンスターじゃなくて、昆虫族の、メインデッキのに入ってるモンスターを除外してください、必ずね。このデッキ誰も使わないかこんな解説したところで。そして除外されている昆虫族モンスターをデッキに戻すことにより、あらあらろビートルーパーマイティーネプチューンあ、一応インビンシブルアトラスの効果も発動できる。インビンシブルアトラスはフィールド上のモンスター1体をリリースし、ビートルーパーモンスターを特殊召喚できる。特殊召喚スティンギーランス。あ、そうか、泥場か、バトルいけー。これがビートルーパーデッキ、パワーにひれ伏せ。対戦ありがとうございました。なんかインスペクター派がっていうか、やってることをなんか3000でぶん殴ってるから、なんか会話に近いね。うん、粉砕玉砕大喝采感がある。よし、増殖する G は来ている。あとは高校ゲームの参加権である増殖する G が通るかけではある。なに、素早いビーバー行くしかねえ。いけ、増殖する G を発動。はい、スプライトかなあ、リゾルブ、マジやった、通ったわ。じゃあ大丈夫だ、任せろ。増殖する G 取ったらまあそこそこ手数出るだろう。しかもなんかスモールワールドもあるしな。そう回す、まあ素引きしてくるのが一番いいけど。さあ素早いビーバーと素早いビーバーでギガンティックスプライト、いいだろう。ギガンティックスプライト特殊召喚、オッケー、相馬来た。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、これ結構いけるでしょ、手数的には結構出るよこれ俺。さあギガンティックスプライトの効果、デッキから嘘、どういうことどういうこと、皆既日食の書、やばい、なんかこれメタモルポットリバースしようとしてない、太陽の書、まずい、意味わかんない、意味わかんないで来た、謎で来た、やばい。あ、ゴキボール効果、ゴキボール効果発動。待って、でも俺メタモルポットよりさすがに攻撃力が低いモンスター俺入ってないんだけどなにゴキボールで破壊できないだと、バカな。あ、やべ、あ、そもそもあれだ、特殊ができねえ、ギガンティックスプライト制約で。くそ、なんだこのクソデッキ、まずいぜ。セットだぞ、セット何やばい、これマジもしかしてないですけど、これ無限にメタモルポットをリバースするやつ。ちょっと待って、俺これ裏抜いちゃったんだよね。ちょっとさ、冥王結界派に変えちゃったんだけどさっき裏いるわ、やっぱ裏にいます。やばいですこれ普通に。いやこれお前それ裏入ったらどうすんだよ、デッキの中に。普通にやばい。これね、うわ AD チェンジャーとかいう劇的に決めモンスター落とされた。やばい、まずいことが起きたぜ。 AD チェンジャーの効果によりメタモルポットがリバースしてしまう、まずいあもうやめてくれ、エンドベースだと、なにデッキが、俺のデッキがくそー、誰が